爽やかなルックスで俳優やモデルとして大活躍の竹内涼真さん。幅広い年齢層の女性だけでなく男性のファンも多いそうです。そんな竹内涼真さんの魅力に迫っていきたいと思います。竹内涼真さんは1993年平成5年4月26日生まれ、現在は29歳です。ホリプロに所属され、俳優やモデル、タレントとして活躍されています。本名は竹内涼さん。当時は名前に使うのは珍しかった涼という字をご両親がとても気に入っていらっしゃったとか。家族構成は両親と本人、妹、弟の3人兄弟の長男として育ったそうです。そしてなんと竹内さんご一家は芸能家族でした。妹はモデルの竹内ほのかさん、弟は竹内ゆいとさんでモデルや歌手としてご活躍されています。お二人の YouTube を拝見しましたが、美男美女、ゆいとさんは MV も載せていますので、興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。ではでは、ご両親について調べてみましょう。お父さんは現在建築関係のお仕事をしている一般の方のようです。元劇団員でゆいとさんに歌手になることを勧めたりするなど、お父さんのアドバイスは現在の活動に影響しているようです。ですが以前は劇団員だったことを隠していたそうで、劇団員だったことを知ったのは大きくなってからだとか。ちなみにお父さんが竹内さん兄弟に劇団員だった過去を隠していたのは、セリフをうまく言えなかったからだとか。以前芸能活動をしていたなんて、ついつい昔話をしてしまいそうですが、なんだか可愛らしい理由ですね。竹内家のほのぼの感を感じるエピソードでした。次はお母さんについてご紹介します。これだけ芸能家族だと、美男美女の兄弟を生み出したお母さんへの人物像にどんどん期待が高まってしまいますが、調べる限りお母さんも一般の方のようです。竹内さんのおばあさんが秋田在住とのことから、秋田県出身では？と噂になっています。秋田県の秋田美人、竹内兄弟の DNA に納得を感じるほどです。どんな方か気になる方は、竹内さんのツイッターにたまにご家族写真が出ていますので、ぜひチェックしてみてください。正面からの写真はありませんが、横顔などから十分綺麗な方だとわかる雰囲気を醸し出していました。家族構成や現在の職業などから芸能界に近いところにいたのかなと思いましたが、実は竹内さんの幼少期はサッカーに打ち込んでいたようです。5歳の頃におじさんの影響を受け、ヴェルディサッカースクール相模原に入団。めきめきと頭角を現して高校生になるとヴェルディユースに。ヴェルディユースではキャプテンを務めていたとのことですので、竹内さんのサッカーの実力は相当なもののようです。サッカーを知らない方のために豆知識。ヴェルディサッカースクールは初心者からプロを目指す子どもたちのため、元プロが指導してくれるサッカースクールです。コースも初心者向けからプレミアムまであり、プロ志向の強さがうかがえます。竹内さんは東京都町田市とのことで、近場でもあるヴェルディサッカースクール相模原に入団したのかもしれませんね。余談ですが、東京都町田市出身の有名人を検索するとサッカー選手がたくさん出てきて驚きました。日本代表にもなった太田康介選手も町田市出身なのですね。やはりヴェルディのおかげなのでしょうか。環境って大事なのかもしれないですね。話がそれましたが、竹内さんの話に戻りましょう。その後、
サッカー推薦で大正大学に進学し、さらにサッカーに打ち込む日々を過ごしていましたが、大怪我をしプロになることを断念してしまいます。ここまで5歳から15年近く力を入れてきたものをやめる、夢を諦めることはどんなに辛かったでしょう。インタビュー記事で、好きなサッカーを嫌いになりたくないから、夢を諦めずにダラダラ続けるのは違うと思ってきっぱりとやめたと話されていました。プロ志向の強い仲間たちの中で自分探しをする20歳の竹内さんが見つけたのは、自分の特技である人間観察を活かせる俳優の仕事だったそうです。サッカー関連でもなく、全く違うステージへの挑戦は竹内さんの人間性の強さの表れなんでしょうね。芸能界入りしてからもサッカー仲間の言動に影響されたことがあったそうで、そのことにもインタビューで触れていました。自分はネガティブ思考だったからうまくいかなかったと気がついた。マイナスのことを考えると自分の気持ちが負の方向に持っていかれてしまう。どんなに技術を持っていても気持ちのモチベーション次第で実力を発揮できないと語っています。成功している仲間たちに負けないように徹底的にポジティブ思考を癖づけしたそうです。とは言っても新しい挑戦をするにはネガティブにもなりますし、心折れることもたくさんありますよね。竹内涼真さんの迫真の演技は、幼い頃からプロ志向の強い人たちに囲まれて自分もプロを目指してきたことによるものなのかもしれないですね。それでは竹内涼真さんのご活躍を見ていきましょう。デビューは2013年の雑誌オーディションがきっかけで、2014年には仮面ライダードライブで主演を務められています。デビューの翌年に主演を演じられるなんて、当初からスターの片鱗が見えていたのでしょうね。そしてここでもプロとしての誇りの高さを感じます。プロデューサーの大森隆仁さんと望月拓さんは、同作品で竹内さんを起用した理由について、演技力よりも竹内さんの課題に取り組む姿勢を評価したそうです。パイロット版の撮影でも大きな成長があったと話されていました。同プロデューサーはインプット力とアウトプット力を重視しており、ここでも竹内さんの人間観察力、分析力が役立ったと言えるでしょう。2015年 NHK 連続テレビドラマ小説ひよっこでは、島谷純一郎役を演じ、出演が終了した直後から島谷ロスが起こったほど。その後も次々と人気作に出演していますが、特に過保護の過保護では、過保護に育ち純粋で何も知らない過保護をズバズバと切り捨てていく同級生という役柄。しかし落ち込む過保護を優しく慰めたりと、竹内さんのツンデレ感が大好評。甘いマスクとのギャップで大ブレイクしました。2020年にはテセウスの船でシリアスな場面と、鈴木亮平さんとのコミカルな掛け合いのギャップが話題となり、演技力の高さを評価されました。しかも最終話の視聴率は 19.6% だったそうです。2022年春ドラマの視聴率が 10% 前後がほとんどですので、かなりの高視聴率だったことがわかります。デビュー当時から現在までノンストップで映画、ドラマ、ネットドラマ、写真集、吹き替え、舞台などなどをこなされている竹内さん。本人も認める爽やか路線は誰に聞いても認めるところです。でもご本人はイメージの路線変更を画策しているようです。2021年4月の時をかけるでは、世間で思われているほど爽やかではないと固定されたイメージを否定しています。しかし一度ついてしまったイメージを変えるのは難しく、
仕事柄、本当は言いたいが、下ネタは言えないと、ぶっちゃけ本音を話されています。体育会系のノリをいつかは出したい、という意気込みや、イメージ路線変更の決意の表れなのか、2021年5月6日放送の日本テレビ系朝の情報番組、スッキリで生歌を披露し、伴奏を務めたピアニストの清塚信也さんや MC の加藤浩二さんも堂々たる歌声を絶賛され、歌が心に響いてきたとネット上でも好反応のコメントが相次ぎました。その後も加藤浩二さんとは極限の冬キャンプと題し、厳しい寒さの中でキャンプをしたり、パンストをかぶって顔面崩壊するなど、お笑い芸人ばりの体を張った VTR も。いつもと違った竹内さんを見られるのも近いのではないでしょうか。今後のさらなる活躍を楽しみにしたいと思います。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。